でか背中ドラマのように照らすバカにするなよ左に右に同じ顔で街にこだました思念とかくだらないよこんな日々はうまく歩き出せないのはまだ終わってないから逃げてかけて叫べ抗がえ試練放て山口です。本日も天の声として出演させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて私たち3人、うん、それぞれちょっと久しぶりの生まれになるみたいなんですけど、小畑さんはどれくらいぶりですか？私？あ、小畑さん私ですね。クリアモードがさ、声を遮っているんですけれども、小畑はですね、前回が2021年の7月なので、うん、7ヶ月ぶりなんだって。結構久しぶりかなと。なるほど。はい、えほちゃんは同じぐらい？ほちゃんもほは、ね、2021年の8月だったらしいです。おそうから6ヶ月ぶりらしい。山下さんは実はあの1年半ぶりらしくてなんか一緒だったよね。そう、浴衣着てたよね。夏だったはずです。みんなだから夏からの今回はちょっと時間が空いての登場になります。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかね、スタッフさんに聞いたんですけれどもね、はい、なんか八の間はなんか3月の九春祭、6月の周年、8月の八花祭、12月の年末のね、年に4回放送らしいです。へか、ね、そう考えると方は多く出演してるそうなんです、ね、らしいです。
なるほど。ワンシーズンに1回ってことですよね、大体ね。え、なんか全然ね、もっとせっかくなんでたくさんやって、もう、ま、毎日ぐらい毎日とかでもいいじゃないですか。毎日野球見てできないんですかね、どうなんですか。あ、はい、これ私ですか。はい、そうですね、八内の生放送はですね、まあ、回数を増やしたいのはあの山々なんですけれども、うん、まあ、専用のスタッフみたいなのがいるわけじゃなくてですね、台所事情を話すと、通常のスタッフが、うん、まあ、4名ぐらいいるんですが、まあ、その業務と並行しながら、やっているので、まあ、現在ですね、1年に4回ぐらいが、まあ、適正なペースなんじゃないかなと。適正なペースいただければなというふうに思っております。できるだけ増やしたいという気持ちは、うん、そうですよね、心には持ってますので、はい、一回一回を大事にする形で、ね、皆さんの応援次第でいるかもしれない、はい、あ、確かに、はい、楽しみだ。皆さんも応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。今回の八生は翼がお休み中ということで、うちの応援で気合を入れて八生を盛り上げるぞ。監督も応援コメントよろしく頼む。さすが岩木先輩、我らが応援団長。そして番組の中盤ではスペシャルゲストもお招きするぞ。監督のみんなお楽しみに。イエーイ。感じでアクリルスタンドも用意していただきました。ありがとうございます。それでは早速番組を進めていきたいと思います。はい、この番組は青春女子高生野球がテーマのスマートフォン向け野球型青春体験ゲーム8月のシンデレラ9の公式生放送です。今回 YouTube ライブと Twitter ライブからの同時放送しています。うん、YouTube ライブでご覧の監督さんは番組盛り上げコメントと熱い高評価、チャンネル登録またの監督さんは忘れずにお願いしますね。お願いします。はい、本日も Twitter 連動キャンペーンを実施しております。ぜひ対象の投稿をリツイートして八生を拡散してください。100リツイートごとにスキップチケットを2枚監督さんにプレゼントいたします。またツイッターでハッシュタグ八生、八がカタカナで生が漢字ですね、うん、こちらをつけて感想をツイートすると放送画面のこちら下に表示されるかもしれないので、ぜひやってみてください。今日は他にもハッシュタグを使ったサイングッズのプレゼント企画もあるそうなので、どしどしコメント投稿してください。よろしくお願いします。はい、そしてね、今ね、私たちの目の前のここにあるモニターにはね、うん、YouTube ライブに送ってくれたコメントがね、いっぱい表示されてるんです。あはって、あは、そうって、いわきのセリフ言った時もわーはっはっはって一人でにいわきが笑ってた。そう、だから監督の皆さんね、ちゃんと見えてますよ。見ながらやっていこうね。はい、皆さん Twitter、YouTube、お好きな方のコメントで番組を応援してみてください。はい、そして先ほどから私の隣に見えているのは等身大の琴音様です。イエーイ。みんな見えるかな。お、下から怖がっていくという。可愛い。いやー、とても可愛いです。本日の主役となっているんですけれども、うん、みんな今日が何の日か分かってるのかな。どうでしょうか。本日2月の28日はですね、はい、奥野かやさん演じる天草琴音ちゃんのお誕生日です。イエーイ。せーの、おめでとう。わー、久しぶりにクラッカー鳴らした。いやー、すごい匂い。すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。これ琴音ちゃん演じてるあのかやのツイッターでもですね、かや本人がおめでとうってツイートしてた。ツイートしてたんで、みんなそちらもぜひ見てみてください。ください。はい、現在八内ではですね、琴音様のバースデースカートが開催中となっております。ぜひ皆さんお迎えしてください。はい、ということで私たち3人が個人的におすすめの琴音様、うん、ちょっと持ってきたんだよね。持ってきました。手元にあるかな。こちらになります。はじゃじゃん。私はこれ、かわいい私服なのこれっていう、ちょっととても可愛な琴音様を持ってきました。かわいい。やっぱちょっとこうやって絵を描いてたりするんですかね、うん、はい、こんな感じ。そしてもう一枚はじゃじゃん危ない。こちらです。メガネかけてる琴音様です。かわいいよね。かわいい。ヤホーちゃんは、うん、ホーが持ってきたのは、うん、こちらじゃーんなんですけれどもね、うん、これね、見て、両方ともね、ほっぺたにね、ついてるの。何が？こっちはね、ホップ、生クリームとかついててね、こっちにはね、ペンキ、絵の具
本当だ、ついてるの可愛いよね。やっぱ夢中になるとこうやってほっぺたとかに、うんうん、でへってついちゃう女の子可愛いなって思いました。うん、はい、駒形はですね、ちょっと夏が一番好きなので夏らしいカードを選んでみました。可愛い、水着めっちゃ可愛い。あとちょっとこっちはねガチャに入ってないそうなんですけど、ちょっとこっちもシーズンもので衣装が可愛いなと思って、ハロウィン、ハロウィンかな、可愛い、うん、かわいい、何が書いてあるんだ。あ、でもウサギいるね、いる、ハロコウモリも書かれてるし、おもちゃとかもいる、かわいい、いいね、かわいい、ちょっとみんな、琴音ちゃんをちょっとお祝いしていきましょう。はい、はい、それではちょっと次のコーナーに行きたいと思います。はい、次のコーナーは出張八内開発室です。開発スタッフの皆さん、よろしくお願いします。大丈夫かな。それでは本日も楽しく参りましょう。八生22回表プレイボール。皆さんお久しぶりです、ホッシーです。まずはですね、出張八内開発室のコーナーです。お二人よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、開発エンジニアのレオです。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レオさん元気でいきましょう。はい、こんばんは、こんばんは。はい、ということで、開発プランナーのグランデです。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日はですね、新機能の実機説明などを中心にお伝えしたい内容が盛りだくさんとなっております。はい、監督の皆さん、正直今回めちゃめちゃ長いと思います。でもですね、大切な内容なのでぜひお聞きいただければと思います。はい、朗読劇はおそらく9時45分にそうですねぐらいに始められるんじゃないかなと思ってます。本当申し訳ありません、長い尺を取らせていただいてます。はい、ではですね、早速進めていきたいと思います。まずこちらお願いします。じゃじゃん、じゃじゃん。はい、2月18日のですね、ハチテレやゲーム内お知らせでも触りをお伝えしていました3月1日のアップデートバージョン 6.0.0 の詳細をグランデさんとレオンさん解説お願いします。はい、ということでですね、ハチナイもついにバージョン 6.0.0 と、はい、メジャーアップデートになります。はい、はい、ついにここまで来たのかなとちょっと感慨深くあるんです。そうですね、はい、顔そうそうやめてほしいです。はい、はい、ということでですね、12月の生放送でも、お伝えしていたのですけれども、新たにですね、八内を楽しんでいただけるように、好きな選手とですね、共に成長できる体験というのを、より強くしていこうというところと、今ですね、現在八内を楽しんでいただいている監督様にもですね、より選手の育成であったりとか、チームを自分の好みにですね、編成できるといった、遊びができるようにですね、去年の秋ぐらいから、はい、約半年ちょっとぐらいですね、はいはい、企画と、実装を進めてまいりました。はい、はい、今日はですね、実際に動く端末を持ってきましたので、そちらで実際に触りながら、ご説明ですね、していきたいと思います。はい、はいはい、それではじゃあレオさん、はい、まずこちらからお願いします。オーダー編成画面リニューアル。おー、はい、オーダー編成画面、はい、少し前ハチテレで YouTube チャンネル上げた8テレという動画でチームスキルのリニューアルをの概要を伝えましたけれども、はい、まあ、その時チームスキル変わるっていうことはチームオーダー編成画面ももちろん変わるっていうことになるので、はい、まあ、大幅リニューアルになります。はい、はい、具体的にどうなるのかはまあなんか直接もう端末見てもらった方が早いので、はい、見たい見たい、はい、なんで端末の方お願いします。はい、まあ、ここはもう皆さんいつもの画面ですね。ここの大幅リニューアルではないですね。ではないです、はい、ここもいつか大幅リニューアルしたいんですけれども、はいはい、ではオーダー編成いきます。はい、おじゃじゃん、おえ、これ初出しですよね。これ初出しです、すごい、はい、なんかめちゃめちゃ変わってますね。はい、もう何から何まで全部変わってます。皆さんも多分今この画面見てなんか困惑してると思います。はい、こいつは何やってんねんって話なんですけれども、すごいすごい、はい、で今まで打順を中心にオーダーを組み替える画面になっていたんですけれども、はい、今回守備位置、打順、投手起用それぞれ3つの画面で編成を見直すことができるようにはなっております。はい、よりなんか試合の中でこの選手はどこを守っているのかを、はい、イメージしやすい形で守備位置 の, ビューを作りました、画面を作りました。はい、そしてこういう感じで
入れ替えをそのままドラッグアンドロップでできるようになります。これ今竹富を掴んだら、はい、竹富は各守備位置の適性がそのまま表示されるようになります。はいはいはい、ベンチはここにありますと。でベンチから掴むと守備位置が見れるように、うん、適性が見れるようになっております。はい、で入れ替えは例えばここで入れ替えようとするとセカンド選んだらセカンドの適性ごとにフィルターをかけれるようになっております。おめちゃめちゃ使いやすくなってますね。はい、なんか二重丸をもう全部ここに出るようにはなっております。はい、そしてなんとこれができるんですよ。あ、すごいすごいすごい、はい、めちゃめちゃ入れ替えがスムーズにできるようになって、なんかこの星原を掴むと、はい、星原の内野適性を全部二重丸っていうのも一発で分かりますね。はい、好きなところに置けますと。楽しい、はい、で入れ替えてこうチームスキルがどうなるかとか、そうですね、チーム評価がどうなるかみたいなのをこう同時に確認できるって形になるんですね。はい、なんか入れ替えるときに適当にタップもしくはドラッグをするともうそのポジションの二重丸の選手を全部こういう風に並んでくれるようになります。はいはい、すごい分かりやすくなりますね。はい、非常に今は探す手間が省けると思いますので、うん、皆さんぜひ明日、はい、実機を触ってみてください。はい、感想ください、はい、ぜひ、はいはい、ちなみにベンチもそうですね、そうですね、はい、気軽にそうベンチも同じ感じでドラッグアンドロップで入れ替えられたりするす、ね、この入れ替えだったら打順とか、そうですね、投手起用とかだと、はい、ベンチとスタメンの間はですね、まあ、自由にそうですね、いるかな多分、こうなんか細かいポイントなんですけど、はいはい、こう草刈りと姉さんの電光掲示板の表示がちょっと違ったり、はい、本当だ、名前が違う、こういう細かいネタも入ってたりするので皆さんぜひ探してみてください。はい、これはバックスクリーンの掲示板、そうですね、電光掲示板、バックスクリーンの掲示板をイメージしているものです。はい、名前になりますね。はいはい、ベンチの数は変わらずですかね。ベンチの数は変わらないです。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにこの左側あるこの謎のパネル、ここ開いちゃった、ネタバレ、この謎のパネルに関してはこれから説明しようと思います。はい、そうですはい、はい、ということですね。じゃあ次に行きましょう。はい、ということでお願いします。はい、チームスキルですかね。よっ、はい、はい、チームスキル、はい、リニューアルです。はい、はい、本日のメインディッシュと言っても過言ではない。まあそうですね、このメインディッシュの一つですね、はい、8テレでも迂回を伝えましたけれども、はい、チームスキルを大幅リニューアルします。今までのチームスキルの数すごく多かったんですよ。たくさん数ある中で、まあ、いろんな縛りが編成で大谷に対しての編成縛りが強くて、そうですね、結局、まあ、なんか結果監督の皆さんがあまり自由に自分の好きなオーダーを作れないという傾向が強い、うんうん、強く感じられました。はい、うん、だからそれを今回はそれをまあ、抜本的に改善するために、まあ、こういう形にしようと思っています。パワーポを次お願いします。はい、今までのチームスキルは、選手3種類に分かれてそれぞれ3つの新しい機能に移行される予定です、明日。はいはい、まず新チームスキル、チームスキルとして残るのは属性で打順、同じ属性を打順に編成するものとか、チーム全体を同じ属性に編成するものとか、あと守備位置を一定の守備と走力で以上で発動する、はい、いわゆるなんか内野陣とかセンターラインとか、はい、もしくはあと系統のスキルが新チームスキルとして残ります。はい、で才能とかスキルを所持していることを条件に発動していたオーバードライブとか野球魂とか昇竜系のやつとかはエンブレムワッペンという新しい機能になる予定です。はい、でそして選手、個別選手の僕が編成されて特定のポジションに編成されていって信頼ランクによって上がっていたいつかの名バッテリーとか、はいはい、二遊間かける虹とかは、チーム絆アチューメントという機能になる予定です。はい、はい、それぞれこれからもうさっき実機のでもちょっと少しちらっと見せたんですけど、はい、具体的にどういうものになっていくかをそれぞれ説明、これから説明していこうかなと思います。はい、はい、ではもう早速実機、そうですね、はい、いきますか、はい、行きましょうか。はい、では実機いきます。はい、まずチームスキルからいきますね。はい、こここの編成評価というパネルの一番上が、はい、チームスキルとなっております。ここタップするとこれが新しいチームスキルの詳細画面になっております。はい、まず真ん中にこのでかい数字を
注目してほしいんですけれども、はい、この数字が、まあ、ベースランクと呼ばれるもので、はい、あの書いてる通り戦力いくついくつ以上の選手を何人以上編成するというシンプルな条件で上がっていく、はいはいはい、あのランクなので基本的にチームスキルはまずこのベースランクを上げていくことから始めるあの機能になっております、はい、そしてシンプルにこう強い選手を編成することでチームが強くなっていくと、そうですね、まあ、そういったスキルになります、はい、選手を育成していくと自然と上がっていくものです、はい、でそしてベースランクの4以上になってくるとこの両側の攻撃と守備のボーナススキルが解放されるようになります、はい、この8つのものがボーナススキルという概念ですね。そうです、そうです、はい、この8つは、まあ、アイコン見て分かる通り皆さんあの、まあ、おなじみのある、はい、あの旧チームスキルの中の、うん、さっきの打順スキルとか、はい、あの全体の属性スキルとなっております、はい、覚えがある、はい、そうですね、よく見たものたちが、はいはい、そしてこのボーナススキルの発動条件、多分今あのここちょっと指を当てるとあの効果とあの解放条件が見えるんですけれども、はい、まあ、現在のベースランクでこれ以上のボーナススキル発動できませんって書かれているんですが、なんでベースランクは7だと、まあ、星4つランク4のボーナススキルまでしか発動できません、うんうんうん、あの皆さん、まあ、ランク4ってマックスじゃないのって言うんですけど、今回はランク5まで解放されます、うん、上が追加されてる、ね、そうですね、だからベースランク8になるとあのランク5のボーナススキル発動できるようになるので、はい、皆さんぜひ試してみてください。はい、そうですよね、このベースランクっていうのがこのボーナススキルのランク上限と紐づいているという形でいいんですよね、はい、そうですね、はい、今回の回収であのこのボーナススキルたちが今までの旧チームスキルと何が あるのか、多分皆さん一番気になると思うんですよね、うんうん、そうですね、それをまとめた、スライドあるんでそれを見ながら説明していこうかなと思います。はい、はい、スライドお願いします。でまずボーナススキル関しての変更点その1、はい、打順系の多分今まで の打順1、2、3番とかステータス要求するものが1番の選手のステータスいくつ以上4200とか2位と4200とか3800以上とかの要求だったんですけれども、明日のアップデート以降は個別の選手のステータスではなくて、はい、1、2、3番、3人の選手の平均ステータスを要求するようになります、はい、平均になるんですね、はい、個別の選手が4000足して200いってるかいってないのかっていう、うん、あと10足りないとかみたいなことがなくなります、はいはい、なんか4000より高い選手がカバーしてくれるような形になれるよう、うんうん、はいはい、なる予定ですので、よりチームで助け合う形になるんですね、はい、平均でチームスキル発動条件を出すようにはなります、はい、そして、属性全体の同じ属性で編成するチームスキルがあって、はい、この2番目の、はい、2行目に書かれている真ん中のやつですね。そうですね、今までは一定人数以上の同じ属性の選手を編成するプラス、はい、一定スキル一定以上がないといけないんですけれども、はい、明日のアップデート以降はもう人数だけで、はい、人数だけ、はい、発動できるようになります、はい、まあ、なぜかというとさっきも伝えてた通り、はい、ボーナススキル発動するためにベースランクを上げなきゃいけないので、うん、まあ、ベースランクの方で一体もう戦力が要求しているので、条件を満たしてる、そうですね、満たしているので、ここはもう人数だけです。で、もうより発動しやすくなります。なるほど、なるほど。そして系統スキル、今までは4種類あって、ランク2までしかなかったのと4種類あったんです、4属性それぞれ、はいはい、そうですね、それ属性縛りがなくなります、はい、あ、1種類になるんですね、はい、1種類になって、しかもランクは他のボーナスと同じく5まで解放される予定です。めっちゃ上が追加されましたね。効果も見直されて、かなり強く調整されているので、発動すると、まあ、ピッチングだいぶ安定するようになると思われますので、ぜひ発動を目指してみてください。なるほど、なるほど。そして次の変更点のページをお願いします。はい、こちら打順に関してはこれ大きな変更です。そうですね、はい、今までの打順スキルは1、2、3番、3、4、5番、6、7、8番といって、3番はダブルで要求されて、9番が空き番、 あえて空きを作ってたんですよ。当初は9番って感じでしたね。そうですね、さっきもお伝えした通り要求ステータスが平均になりますと、ことにもう兼ねて1、2、3、4、5、6、7、8、9というふうにもうダブル要求と空き番がなくすように均等に要求する形になって、よりもうオーダーの編成の自由度を上げる形になる
と思います。はい。そうですね。こう今まではどうしてもこう投手のあのパワーとかミートとか、そうですね。そういったステータスがどうしても低くて、はい、あのチームスキルの条件を満たすことが難しかった。そうですね。まあ、なんかもう投手は9番に置かなきゃいけないとか、うん、チームスキル発動させるために、そう、それがもう。投手でも別に9番じゃなくてもあの1番に置きたいなら1番置いてもいいんですし、はい、それ投手のステータス足りないんだったら他の同じ打順の他の2人ので高いステータスの選手でカバーしてあげれば同じスキルを発動できるようになるんで、はいはい、そこがこう最初にしたこうなんていうんですかね、平均になる、そうですそうです、 AI じゃないんですけど、はい、まあ、そういったものがあるという、はい、今まであの3番の負担すごい大きかったので、あのそこがちゃんとこう、はい、他にも行き渡るのはいいですね、はい、ご覧で声ちっちゃいと言われる、はい、声張ります、はい、はい、お願いします、はい、で、あと守備位置に関して、今まではランクによって要求する守備位置は二遊間と、はい、セカンドとショートだけからあの内野陣とかになってたりとか、うんうん、あのランクによって変わってたんですけど、はい、明日のラプリト1個はそれがなくなって、ランクに関係なく内野陣だったら最初から内野全員、うんうん、外野陣なら最初から外野全員という形になります、はい、そしてさらにちょっとスライドにないんですけど、はい、要求するステータスが守備と走力両方要求する形だったんですけれど、はい、それが守備のみになる予定です、はい、走力がなくなるんですね、はいはい、頑張ってグランデー、はい、頑張ります、はいはい、まあ、その代わりこうランク1から、まあ、例えば二遊間だけだったほうがこう内野陣全員の、ステータスが、そうですね、上がるようになる、まあ、それもただ、平均になっているっていう形ですかね、そうですそうです、はい、内野陣全員の平均の守備が一定以上すると、はい、発動するというかそういう形になる予定です、はい、といった形になっております、はい、では、はい、さらに次のページ、多分皆さん一番気になるポイントです、はい、3番目ですね、はい、8フェス限定選手、はい、俗言うフェス限選手、はい、の扱いどうなるんでしょうか、確かにどうなるんだ話なんですけど、ここは結構重要なので、まず1点目、今までフェス限選手によって発動するチームスキルの条件って特定の打順にしか置いちゃダメなんです、はい、3番とか、うんうん、そうですね、2番固定とか置かなきゃいけないです、うん、3番に置かなきゃいけない、それがなくなります、うんうん、なくなります、 1,2,3 番のスキルだったら 1,2,3 番どれでもいいから置けば OK になります、はいはい、そういう縛りがなくなります、これはまず一つ大事なのと、自由度上がります、はい、そして2つ目、今まではチームスキルの発動にはフェスゲーのスキルなくては絶対発動できないランクがあったんですけれども、はい、今回はほとんど のボーナススキルにおいてフェスゲースキルなくても発動できるようになります、なるほど、ただし発動の条件が軟化します、はい、要求するステータスが上がったり追加でより高いベースランクを要求されるようになります、ただフェスゲンスキルなくても高いステータスのあれば発動できるようになります、うん、ほとんどの一部は、まあ、フェスゲンなくてもやはり発動できないものがあるんですけれども、うんうんうん、はい、残り尺10分で言われています、頑張ります負けますこのままだと伸びますよ、はい、ごめんなさい巻きでいきましょう、はい、はい、ということですね、まあ、条件が難しくなる代わりに、まあ、いわゆるフェスゲン選手といいますけれども、まあ、8フェス限定選手が、所持しているスキルをなくても、はい、一応可能にはなるといった形に、回収されております、はい、はいはい、こんな感じですかね、そうですね、で、はい、そして次皆さんやはりオーバードライブとか気になると思うんですけど、はいはい、気になりますね、どうなるんだ、エンブレムワッペンについて説明したいと思います、はい、実機お願いします、もうこれはもう直接見せた方が早いんです、はい、エンブレムワッペンこちらです、はい、お皆さん知ってるアイコンがいっぱい並んでます、並んでますね、はい、はい、見覚えのあるそうですね、すごい、こういう風にユニフォームの袖に、うん、なんかはめるワッペンみたいな、はい、アルワワッペンみたいな立て付けで、いろんなものを貼っていくんですけど、こうやってドラッグアンドロップするとこういう風に、はいはい、あ、形変わっていくんですね、そうですね、指当てると勝手に回転してくれるんですけど、うんうんうん、はいはい、こういう感じではめていくんですけど、はい、ランクに上がるとマス数が増えたりするんですが、その場合多分こういう風にこの矢印を使って、うんうんうん、マス1個のやつでも使えるようになったりするんですよね、はい、こうマスの大きさとこう効果っていうのがもちろん、まあ、それぞれこう使って、もうより多くマス使うワッペンがより強い効果を発揮します、うんうん、はいはい、そして皆さんがよく使われているのがジグザグ打線でもワッペンになりました、はいはい、お、これもワッペンなんですね、そうです、こうレフト線注意とかライト線注意というのも今回ね、エンブレムワッペンの一つとして、こちらはどうやったら獲得できるんですか、はい、そうですね、今までっていうのは
チームスキルの時代は特定何々スキルを、はい、習得している選手が何人以上編成しているという条件だったんですけど、はい、これは何々スキルを習得している選手が何人以上所属、はい、自分の野球女子野球部に所属していればこのワッペンを獲得できるようになります、はい、ここの未獲得ワッペンのこのタブで獲得できるようになっております。まあそうですね、これ全部獲得したらこういう感じコンプリートしちゃってますけれども、はい、コンプリートしちゃったんです、はい、申し訳ないですけど、はいはい、でになりますと、はいはい、一度獲得したワッペンはもうこの画面で自由に設定できるようになります、はい、設定したワッペンの効果は無条件にオーダー全員の、うん、に編成する選手全員に効果この効果書かれている効果を与えるので皆さんぜひもうオーダー編成の縛りなくなるので、はい、まあ、好きな自分の組みたいオーダーに一番適している効果を選んでワッペンを設定してみてください。やっぱ今までどうしても編成の中にこう特定のスキルを持った選手を、うん、編成しないとなっていう監督が、まあ、多かったかと思う。それがこう制約がなくなって、はい、同じスキルをこう自由に発動できるといった形に、はい、変更されるようになります。はい、ちゃんとベンチに代打用の選手を置けるようになるのは嬉しいですね。そうですね、代打用選手も置けるようになります、はいはい、ということでじゃあそして次行きましょうか、はい、絆アチーブメント巻いていきましょう、はい、絆アチーブメントっていうのは、はい、これも皆さん見慣れたアイコンがいっぱい並んでますよね、はい、グルメセンターロード、センターロード、はい、これは今まで の、はい、特定選手で発動するチームスキルだったんですけど、はい、これは対象選手の間との信頼ランクの合計、はいはい、もしくは対象選手の間の絆レベルの合計によってランク上がっていく実績になりました、はいはいはい、そしてここに書かれている通り全て の、 アチューブメントから2個まで選んで、はい、設定することができます、はい、オーダーにで設定したアチューブメントが対象選手の中に編成している選手にのみ効果が与えます、はい、なので、まあ、今までってセンターロードって おいしものクラブ3人編成しないといけないんですけれども、はいはい、まあ、例えば永井と新田だけ編成してても永井と新田にもちゃんと効果あります。なるほどなるほど、本坊ちゃんがいなくても効果自体はもらえる、ね、そういうことです。なるほど、ただランク上げていくには永井新田近藤の信頼ランクとその3人互いの絆レベルを上げていく必要があります。はいはい、これどんどん追加していってほしいですね、組み合わせ。そうですね、今回はチームスキル時代に合ったものをそのまま移行する形になるんですけど、はい、今後もう積極的にいろんなアチューブメントを追加していく予定です。皆さんぜひ楽しみにしてください、はい、そしてもう一個ちょっと補足すると効果今まで結構弱めの効果だったんですけど、うん、今回はもう結構強いもの、お嬉しい、かなり強いものになっております、はい、皆さんが推しキャラがちゃんと活躍できるようには、はい、そうです、設計されているので、はい、まあぜひ明日メンテ後に実機で触ってみてください。はい、楽しみです。お願いします。まあ、ということで、今はですね、ちょっと長くなってしまったんですけれども、はい、3つの、編成機能について、説明いたしました。はい、まあ、各編成機能はですね、まあ、今までのこうチームスキルからこう分かれていく、まあ、ことによって、まあ、効果値だったりとか評価値、というものをですね調整しております。まあ、今レオンさんが言ってくださった通り、はい、まあ、絆アチューブメントだったらちょっとこう強化されるようにとか、まあ、そういった調整をしております。で、まあ、基本的にはですねチーム評価、皆さんの、ここまで育ててきたチーム評価っていうものが、まあ、下がらないように、調整を行っております。はい、でですね、全てのこうチームスキルだったりとか、エンブレムワッペンだったりとか絆アチューブメント、今までよりもですね上のランクっていうものも追加されておりますので、はい、ぜひですね上位ランクの、発動とか獲得を目指して皆さん、明日からプレイしていただければと思います。はい、ちょっとコメントあったんですけど、はい、ちょっとライバル校とかのアチームあるのっていう質問なんですけど、はいはいはい、追加する予定です。はいはい、ライバル校の場合は絆レベルが上げられないんですけど、信頼ランクでいうようによってランクが上がっていきます。そうですね、はい、現在は、まあ、明日のアップデートではですね今までのチームスキルになった分だけなんですけど、はい、コラボの2個も入ってるんで、はいはい、定期的に追加していってですね、皆さんのこう好きな組み合わせで、はい、チームを強化できるっていうような形が実現できるように、適時追加を行っていく予定でございます。はい、はいはい、こんな感じですかね。そうですね、大丈夫ですかね。そして、そして、はい、じゃあ、次の話題に移っていこうと思います。はい、じゃじゃん、スライドお願いします。はい、ということで、はい、リニューアル、はい、信頼度のリニューアルになります。はい、ようやく3番目ですねやばいやばい、ありがとうございます、はい、尺が、はいはい、ということでですね、信頼度のリニューアルなんですけれども、好きな選手をですね、よりこう監督の方針に合わせて育成したり、
キャプテンといったものをですね中心にこうチームを育てることができる、うんうん、まあ、そういった機能に、アップデートしております。まあ、ちょっと、はい、口で言ってもあれなので実際に、端末触りながら、解説していきたいと思います。はい、では実機の映像お願いします。はい、信頼の画面ですね。はい、すみません、ちょっと片手で操作しながらになるのがあったんですけれども、たくさん TP があるのはちょっと置いといてください。はい、端末なのでご了承ください。だったら触れなくてもよかったのに。はい、はい、ということでですね、こちらがまあ今までの、信頼度のトップの画面になります。はい、はい、こちらは、今まで通りなんですけれども、はい、こちらの先の画面がですね、変わっておりますので、早速見ていきましょう。じゃじゃん。おお、はい、全然変わってる。何事ってやつですね。何事となりますよね。はい、はい、ということでですね、こちらは、はい、今まであの TP をですねこうボタンを長押しして貯めていって信頼レベルを上げていくと、まあ、そういった、仕組みになっていたんですけれども、こちらの、まあ、ある種こうスゴロクっぽいといいますか、うんうん、まあ、こういったマスがいくつかあってそこを進んでいくこう形に、リニューアルいたしました。はい、はい、ということになっております。そして気になるのが下に何かありますよね。はい、そうですね、はい、でまぁ、ちょっとその前に、はい、じゃあ今までのこう TP とか信頼レベルとか心の鍵みたいなのどうなるのっていうのが気になる方いると思うのでちょっと説明しておくと、はい、まあ、マス目が変わってですね、マスの形式になってこう成長していくっていう形は変わるんですけれども、まあ、そこに信頼レベル上げるための TP だったりとか、心の鍵っていうもののアイテムを使うっていうところは変えておりません。でまたそこに関してもですねバランス調整等はしておりませんので今まで通りの形でお楽しみいただけます。バランス調整しておりませんっていうなんか別の意味になっちゃうバランス変えてません。変えてません。そうそう、はい、今までの TP 信頼度の、部分はバランス一切変えてませんので、はい、上の真ん中のこの一本線が前のやつと同じものになっております。はい、同じものになります。信頼度パネル開けてみたらどうですか。はい、そうですね、はい、せっかくなんで1個開けてみましょう。はい、まあ、こういった形で、信頼レベルを上げることができます。はい、はい、でそこで TP を使って信頼レベルが上がるんですね。はい、こういった形で、1個進んでいくと、まあ、そういった形になっております。はい、あれ 何気に信頼ランクアップ のアニメーションのテンポが速くなって嬉しい。はい、そうですね、テンポ良くなりましたね。はい、でですね、まあ、気になるのは下の方のパネルだと思います。はい、はい、でこれはですねどういったものかっていうことになるんですけれども、新たにですねスキル解放パネルっていうのが追加されて、キャプテンスキルというのと、選手専用スキルというものが、習得できるようになります。はい、でキャプテンスキルっていうのは、オーダーのキャプテンに設定しているときに、まあ、効果を発揮するもの。そう、キャプテン の時のみ発動するものですね。キャプテンに設定しているときのみですね。はい、でチーム全体を強化することができる、まあ、キャプテンの力でチームを鼓舞して、強くすることができるスキルになります。はい、でまた、信頼、失礼しました、専用スキル、キャラ専用スキルというものですね。その選手のですね全シーンが、強化される、といったものになっております。はい、はい、ということで、まあ、その、まあ、例えばこの高梨ちゃんだったら高梨ちゃんの全シーンがですね、この信頼度で習得するスキルによって強化できるといったものになっております。はい、はい、じゃあちょっと早速ですね、まあ、覚えていきたいと思います。じゃあ一番ここにしましょうか。はい、こういった、パネルの形になっておりまして、ここにですね、まあ、スキルのポイントというのが書いてあります。はい、上ですね、ちょっと画面とかぶっちゃってますけど、ここで、もらえるポイントっていうのがありまして、ここでですね好きなスキルを選んで育てることができるといった形です。はい、はい、まあ、今はですね、こちらはキャプテンスキルの振り分けになっているんですけれども、この6種類、候補がありまして、その中からですね最大3種類、習得することができるといった形になっております。はい、3つまでなんですね。はい、じゃあこちらですね実際に割り振ってみて、まあ、今回はこのパネルでは、ポイントが1しか、割り振れないので、ここで以上になるんですけれども、でこの時に、スキルを習得するためにはサポート選手っていうものが必要になります。はい、画面下に書いてあるものですね。はい、でこちら、パネルによっていろんな条件がございまして、まあ、今回はこの戦力だけなんですけれども、例えば、高梨さんじゃないといけないよとか、そういった条件も入ってマスによっては入っております。はい、はい、じゃあですねここに出てくるんですけれども、はい、戦力2000以上の選手をセットしてくださいと、設定してくださいというふうになっておりますので、まあこういった感じで、いろんな戦力の選手が表示されております。はい、はい、まあじゃあちょっとはいセットしていきたいんですけれども、ここで気になるのが、
他の選手もセットできるよねと、まあ、画面見ていただいた、はいはい、ね、出てますよね、たくさん相性が、ね、気になりますね、はい、この相性というものがございまして、他の選手を、設定することも可能です、うんうんうん、でただ、これ選手同士の相性、これがですね、守備位置をベースにした相性というものになっているんですけれども、はい、そちらですね、例えばショート、高梨さんだったらショートなので、ショートの、守備位置の、選手だったら ICM10 までになって、もともと持っている戦力がですね、サポートする時の戦力としてはより上がるといった形になっております。なるほど、なるほど、はい、同じポジションの人の方がサポート相性がいいよみたいな形になるんですね。はい、はい、そうですね。なので、はい、よりこうサポート選手として使いやすいという形になっております。でこれで実際決定をして、はい、でここで、スキルをですね、習得することができます。はい、はい、こんな形になっております。はい、スキル習得しましたね。はい、でこちらです、覚えたスキルは、試合で効果を発揮することができるんですけれども、ちなみにこの選手、このシーンをですね、有原ちゃんを別のパネルにセットしたいなっていう時は外すことができます。はい、はい、こういった形で外すことができるんですけれども、外しちゃうと、振り分けた効果っていうのはですね、一時的に効力を失ってしまいます。まあ、ただもう一度条件を満たす選手を設定することで、スキルの効果ですね、発揮することができますので、はい、ぜひ、はめていただければと思います。はい、ただ、一度設定してしまうとスキルの振り直しっていうのはちょっとできなくなってしまいますので、うんうん、そちらだけご注意ください。はい、振り直しできるようになる予定は、はい、振り直しはですね、現在検討を進めておりまして、はい、実装をですね、まあ、ちょっとできないかなというところで、検討しております。はい、はい、となっております。でまたですね、ちょっと1点注意がございまして、リリース時はですね、キャプテンスキルについてなんですけれども、スタメンもしくはベンチの3枠、選手に任せるとき、はい、はい、選手に任せるの状態で、ベンチの3枠にですね、入れた状態ではないと、発動しない、効果を発揮しないように、いわゆる全体バフと同じ発動条件になってしまっている。はい、はい、そうですね、そちらは、はい、こちらはですね、早急にちょっ と、はい、今認識しているので、はい、早急修正予定ですね。はい、修正予定なんですけれども、はい、ちょっと、リリース時ご了承くださいということで、はい、ご認識いただければと思います。はい、はい、どこにおいても今後は発動させるようになる想定ですね。はい、選手に任せるか任せないか関係なく、はい、ベンチのどこでも発動するのが本来 の予定ですので、はい、早急修正予定です。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、いやもう盛りだくさんでしたね。はい、盛りだくさんですか。もうめっちゃオーバーしてますね、はい、覚えられないかもしれないですね。はい、ということで、まあ、2つの大きなアップデートございますけれども、はいはい、はい、そうですね、監督皆さんのチーム評価が多分大きく上がると想定できます。なんか SS5 の、監督さんももうこれから増えるんじゃないかなと予想できるんですけれども、トリプル S の上とかは今はもう検討しています。検討中、はい、検討しております、はい、検討してます。そうですね、いつ出すかっていうのはまた、はい、そうですね、ぜひ楽しみに待ってお待ちください。はい、はい、でその他にもですね、いくつかアップデートがありますので紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね、じゃじゃん、はい、初心者ミッションのリニューアルです。はい、こちらなんですけれども、初心者ミッションがですね、ボリュームアップした形で、リニューアルされます。こちらの画面はですね、初心者ミッションと追加される、新たに追加されるリーグミッションの画面になっております。はい、はい、まあ、新たにですね、追加されて、今八内楽しんでいるユーザーさんもまた、ミッションできるようになっております。報酬ももちろん受け取れるようになっておりますので、ぜひ、挑戦よろしくお願いします。はい、続いてお願いします。はい、一コマ漫画のフルカラー化&新規追加です。はい、ということで結構テンション上がるやつ、はい、はいはいはい、今まで、モノクロだった、一コマ漫画というのがフルカラー化されます。でまた新たにですね、新規で、漫画も追加されますので、こちらぜひ明日ですね、八内ログインして、お楽しみください。はい、ローディング早くて、よく見れなかった場合は物質で全部見れるんで、はい、ぜひ物質でも確認してください。はい、チェックしてください。はい、続いてロード画面に選手紹介画像の追加です。はい、はい、ロード画面ではですね、まあ、今紹介した一コマ漫画だったりとか、まあ、チップスが流れているんですけれども、ここにですね、新たに選手を紹介した、画像というものが流れるようになります。ぜひですね、ロード中も
あの選手ですね、眺めていただければと思います。はい、明日多分アップデートしたらローディングいきなり何ってなっちゃうと思う。そうですね、見慣れなくてね、びっくりするかもしれない、びっくりしないでください。はい、ぜひ推し選手眺めてください、うん、ということで今日は盛りだくさんでしたね。はい、もうたくさんでした、ね、最後に今後 のアップデート展望について2人にお伺いしたいと思います。はい、そうですね、あのリンクマッチのプラチナランク帯において、はい、あのレートの変動があのなんかちょっとフラストレーションたまるようなケースがあるというのが認識しております。こちらの調整は今絶賛検討中です。そうですね、はい、もうしばらくあの時間をいただけるかと思います。はい、そのレートの部分も、まあ、はじめルールの見直しっていうのも適時進めていこうと思っておりますので、はいはい、決まり次第あのできるだけ早く、続行だったりアップデートを行いたいと思いますので今しばらくお待ちいただければと思います。はい、5周年のアップデートについては、はい、はい、あ、まあ今日はもうそうですね、もうお腹いっぱいなんで、はい、さまざまな情報をお届けしたので、はいはい、また次回紹介できたらなと思います。5周年は今もう絶賛あの走り出しているので、はいはい、そうですね、あの、まあ、ただ先ほど申し上げたあの SSS チーム評価 SSS 以上の追加であったりとか、まあ、絆アチューメントの追加っていうのはもちろん行っておきますので、はい、そうですね、絆アチューメントはもう随時あの追加していくかなと、はい、追加していく、はい、信頼度8の5のあれも信頼度、さっきコメントもありました、はい、信頼度8の5 あの称号が増やしてほしいという話、あの絶賛進んでます、はいはい、もうそろそろ皆さんにお届けできるんじゃないかなっていうところです、はい、こちらも追加していきますので、はい、ぜひお待ちいただければと思います。はい、お待ちください、はい、ということで監督の皆さんいかがでしたでしょうか。もうぜひね、もうたくさんありすぎてわからないと思うんですが明日のアップデート、はい、楽しみにお待ちいただければと思います、はい、明日ですよ。はい、明日です。以上、八内開発室のコーナーでした。監督の皆さん、さっきぶりです。いきなりですが、現在のリツイート数を確認してみましょう。はい、ただいまですね、790リツイートですので、うん、スキップチケット14枚達成です。なるほど、まだツイッターでね、この放送をリツイートしてないよっていう監督さんはぜひ参加してみてください。はい、ほーちゃんありがとう、ということでここからは九寸祭開幕直前ゲーム最新情報コーナー。はい、もう明日からです。明日からの九寸祭の内容をお伝えしていきたいと思うのですが、その前にここからは本日のゲストをお呼びしたいと思います。小川原高校歌詞の朝役、本土楓さんです。どうぞ。こんばんは。違う、こんはちは。監督の皆さん、こんはちは、改めまして小川原高校歌詞の朝役、本土楓です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。A ちゃんはなんと八沼初めてなんだって。初めてです。嬉しいです。ようこそ八沼ファミリーへ。いいですね、このこれユニフォーム、あ、かっこいいね。そうなの、八ないですよね、これ。そうです、 HN、 素敵ですね。腕についております。ワクワク。今日は A ちゃん初登場なんですけれども、ちょっと初にして今ちょっと複雑な関係性である鹿島さんと坂本さんがちょっと揃っちゃってるんですよね。お隣にちょっと揃っているので、ちょっとぜひキャラクターからのちょっとセリフコメントなどいただけたらと思うんですけど。喜んで。やった。今大変なとこなんですけどね。はい、ではそれではお願いします。はい、メイ先輩、今日はお手柔らかにお願いしますね。アサちゃん、私は対戦相手に優しくできるほど人間ができていません。でも今日は初の八生ということで特別にサポートさせてもらいます。うーん、どうなってこの二人は。ちょっと楽しみですね。八生だからだって。そうだね、特別ですね。はい、今日はですね、準決勝を戦う本校と小川原高校との一戦を控え、小川原高校の鹿島さんが来てくれたということで、このような企画をご用意しました。題して、教えて鹿島ちゃーん。おー、はい、ここからは A ちゃんに鹿島ちゃんにまつわるあれこれをお聞きしていきたいと思うんですけれども。おー、 NG なしなんだって。何を聞くつもりなんですか。一体何を。頑張ります。はい、ではまずは簡単に鹿
のあさちゃんのプロフィールのご紹介お願いします。はい、もちろんです。こちらですね、まあ一番上に坂上の暗い過去を知る気投げな実力者歌手のあさとありますが、まあ彼女は本校とは違い小川原高校の1年生です。でまあいろいろな要素があるんですけれども、まあ、ポジションはショートで守備がとても得意な女の子です。でまあその坂上さんとはシニア時代の後輩という関係性があるんです、はい、でまあこうもう監督の皆さん的にはどうなんでしょうね、どんな風に思ってもらってるんだろうと思うんですけど、まあとにかくまあこれをまずは見てください。こちらアクスタなんですけど、うん、とてつもなく可愛いでございます。かわいい、大きいですよね。しかも大きい、うんうん、大きいです。でこちらのもう始まって皆さんお気づきかもなんですけど、うん、ちょっとよく見るとサインが書いてあるよあれ本当だ。せっかくだし今日記念にこのサイン付きのアクスタを監督の皆さんにプレゼントしたいぞ。あ、どうですか、これプレゼントしてもいいんですか。問題ないです。ぜひお願いします。プレゼントしましょう。じゃあ生放送記念にこちらをちょっとプレゼントしたいと思います。はい、タン、うん、じゃあこちらはもうじゃあセット。そうなんです、あのこの4キャラクターをちょっとセットにして1名様に、なんて豪華なセットだ4名じゃない、な1名に豪華な。ちょっと私たちも A ちゃん以外の私たちも実はサインをね入れさせていただいておりまして、ました4キャラクター全員分サインが入っております。うん、はい、こちらの応募方法は八内公式ツイッターをぜひ確認してください。はい、お願いいたします。はい、ちょっとそしてお話を戻すんですけれども、はい、このカシノちゃんの台本を受け取った時、うん、A ちゃんは第一印象どんな感じだった。一番最初は、まあ、台本読む前にこうキャラのイラストがバンって書いてあって、まずそれが目に入ってこう、あ、すごいヒロイン的な清楚で綺麗な儚い感じの子なんだなって思ったのが第一印象なんですけど、うん、まあ台本読んでいくと、あれなんかちょっとこの子やべえぞみたいな、やべえぞなんか特殊な感じがするぞみたいなところがちょっとだんだん見えてきたなっていう。なるほど、はい、じゃあそんなカシノちゃんですけど、はい、先輩であるあの坂上役の熊形さん、どんな印象を受けてますか。いやでもなんか最初そのめいちゃんに暗い過去があるっていうのはずっとあの前から伺って、そういうカードもあったんですけど、だからてっきりすごいなんか孤独で本当一人っきりでそういういじめとかに耐えてるのかなって思ってたんですけど、なんかちゃんとなんだろう、その中にもこう仲がいいというかちゃんとこう信頼できる子がいたっていうことがすごい嬉しくて、かっていうのが親みたいな気持ちよかったねっていう気持ち。見守っていきたい2人、うんね、うん、え、じゃあ私もいいですか。で、カシノちゃんとコンビさんのなんか似てるところとか、いや意外と似てないぞっていうところとかなんかあったりしますか。うんうん、うわー、そ、いや、内面なんだろうな、ちょっとすごいクレイジーにも感じられる一面もあるんですけど、まあそれにもいろんなわけがある子で、そ、でも似てないかなーなんて思います。似てない。おにぎりのさ、鮭が好きだって。あ、鮭、あ、ちゃん、私も鮭大好きです。あ、じゃあそこは似てますね。じゃあおにぎりが共通点。おにぎりが共通点楽しいな。おにぎり、おにぎり、はい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。では続いて小川原高校についてもちょっと簡単にご紹介をよろしくお願いします。はい、まずはじゃあこちらご覧ください。ボボン、小川原高校とございますけれども、まあ鉄壁の小川原と呼ばれる、まあ、守備の堅さが特徴の高校ですね。でも今年は新監督が就任し攻撃力がアップしております。そして歌手のあさちゃんは早見沙織さん演じております。ね、2年生の先輩ですね、鬼塚きりさんと守備でコンビを組んでいるという関係性です。でもそんな小川原高校なんですけども、実はあの皆さん演じるキャラクターの子たちとも関わりが結構深くてですね、その一つが岩木ちゃんと桐先輩の関係です。はい、こちらですね。可
ですね、岩木さんが15歳の時母親が入院した病院に桐先輩の双子の姉千尋さんが入院していて、知り合いになったことをきっかけに一方的に応援することになるエピソードだったり、はい、数年後本校と試合をしに来た小川原高校の鬼塚キリと出会うことで、岩木と鬼塚姉妹との交流が始まるという学校の垣根を越えたエピソードがありますね。なんかあれですね、病気の子を、ね、応援するってね、なんかもう、岩木先輩らしいね。いやそうなの、岩木はもう出会った人みんなを応援していくから、そうなんです。いいエピソードばっかりです。はい、そしてまあ海外で手術を控える千尋とキリとの家族愛だったり、岩木との友情などとても読み応えがありますので、まだ読んでないって監督さんはぜひチェックしてみてください。一連のエピソードはご覧のイベントで楽しめます。はい、ちなみにですね、八内公式サイトの小説コーナーでプロローグとなるエピソード読めますので、そちらもぜひ一緒にチェックしてもらえるとより楽しめると思います。はいはい、次はカシノちゃんとメイ先輩のエピソードを紹介いたしましょう。この二人はもう暗すぎますけど、シニア時代の先輩後輩でとても仲が良かった二人、チーム内での嫌がらせをきっかけにメイ先輩が野球から離れ、嫌がらせに気づいてたのに何もすることができずに、そのことをずっと気にかけていたカシノちゃんが再び大会でメイ先輩と出会うも、メイ先輩は当時を思い出してしまい、カシノちゃんを避けという内容でございます。いやー切ない。いや結構ヘビーな内容になってるね。そうなんですよ。でも結構ね、朝ちゃんがこうグイグイすぐめいちゃんに来るん で、 で、ね、めいちゃんずっとこう逃げっぱなしなんでどうなるかという。そうですよね。でこの2人のエピソードはこちらで確認できます、はい。そしてまあ旧春祭ではこれらのエピソードを把握しておくと、本校 vs 小川原戦がより一層楽しめると思います。皆さんぜひチェックをよろしくお願いいたします。はい、A ちゃんありがとうございました。以上教えてカシノちゃんでした。ありがとうございます。はい、さてさて、事前情報をちょっと頭に入れたところでですね、今年の九春祭について改めてご紹介したいと思います。ではお願いします。勝ち残った4校、頂を目指し火花を散らす準決勝、互いの思いにかけた2試合が今プレイボール。もう映像からパワーがみなぎっておりますが、九春祭灯す覚悟手繰り寄せる明日がですね、いよいよ明日開幕になります。かっこいい。なんかもうみんなメラメラしてる。メラメラよ、それはすごいすごいすごいよね、はい。ちょっとあの岩木3年生なんだけど、ちょっと泣いても笑っても最後の大会になるのか、はい、ちょっと楽しみにしていきましょう。現在トーナメントはこのようになっております。見れるかな。はい、準決勝はですね、海洋高校 vs 高月高校の試合と、我々本校 vs カシノちゃんが所属する小川原高校の試合となってます。うむ、この時が来てしまいました。来ました。さあそして準決勝に挑む4校の戦力チャートを見てみましょう。おほ、本校と小川原高校は結構戦力的には同じぐらいなんですね、形似てますね、なんかさっきのこの逆側、私たち本校と逆側のところのね、反対ブロックは光月とこの海王、なんかちょっとすごい、いや本当にじゃないですか。ちょっと本校もうちょっとやっぱりトレーニング、そうだね、頑張らないと今夜、ね、今夜やるしかない、もうちょっと頑張っていきたい ねはい、ということでちょっといろいろと目が離せませんが、ここでちょっと海洋高校そして光月高校両校のキャプテンからですね、なんとビデオレターが届いております。それではどうぞ。八生を視聴してくれている監督の皆さん、草刈玲奈です。いよいよ準決勝トーナメントの頂き、さらにその先を目指す私たちにとっては通過点、
打力、守備力、走力、選手層も含め今年の海洋は全てにおいて相手校の攻撃高校を上回っている。ただしその差をたった一人で覆せるだけのピッチャーが今回の相手、光月高校の高坂椿なの。はい、海洋高校女子野球部キャプテン草刈れな役の日高のり子です。監督の皆さん、お久しぶりです。夏大会注目の一戦が始まるということでビデオレターで参加させていただきました。この大会を通じてレナと高坂さんの関係がこれからどう変化していくのか、私もとっても楽しみにしております。今日は残念ながらお仕事の都合が合わなくてスタジオの方には伺えなかったんですが、いつか機会があればスタジオにもぜひお邪魔させていただきたいななんて思っております。それでは引き続き8月のシンデレラナイト海洋高校の応援、皆さんよろしくお願いします。八生をご覧の皆さん、こんばんは。高月高校、高坂椿役の福江美里です。前回の生放送のタイミングではですね、2回戦で成城高校と試合をいたしました。そちら、きっちり勝利いたしまして、いよいよ準決勝の舞台までやってまいりました。準決勝の相手は海王高校の草刈れなちゃんです。来ましたね。はい、これ王者奪還を目標に打倒海王を掲げてきたチームと中学時代からライバル関係にある2人が一体どうなってしまうんでしょうか。高坂ちゃんはですね、海王戦に合わせてしっかりコンディション調整してきているので最高の状態に仕上がっていると思います。また先日岸ちゃんとの関係性を描いたエピソードの方が公開されましたので、まだの方はこちらをチェックしていただけるとより一層楽しんでいただけると思います。では最後に高坂椿として一言言わせていただきたいと思います。海王優勢？誰が言ってんのそれ。どこのドイツが言ってんのよ。やられっぱなしじゃ終われないのよ。あいつらのプライドをへし折るためにこのマウンドに戻ってきたんだから。あと風祭り、カップラーメンは禁止だって言ってるでしょ。これは楽しみ、はい、改めまして海王高校草刈れな役日高のり子さん、そして光月高校高坂椿役福江美里さんからメッセージをいただきました。本当にありがとうございます。日高さんがいつかスタジオにも行けたらとか、ね、おっしゃってたけど、いつかお会いできたらいいな。みんなも待っていましょうね。はい、いやでもやっぱりパラメーターがやっぱバチバチにすごかった学校ですし、やっぱ優勝候補の学校でもあるんで、それだけやっぱりみなぎるものを感じましたね。ですし、なんかリーダーとしてやっぱ結構バチバチな感じで、ライバルだぞっていう感じがね、ビデオレターでも伝わってきました。はい、というわけで九州祭はこの2校による準決勝から始まります。ではキャンペーン情報についてお伝えしたいと思います。まずはこちらから。はい、九春祭ログインボーナス第1弾、明日3月1日にログインするだけで9スター ×50 個がもらえます。ログボで9スター50個は事件です。必ずログインして受け取りましょう。はい、はい、10連スカウトができるチケットスカウトが、期間中最大150連分無料です。この機会にチームをがっつり補強してください。はい、ログインボーナスで期間中毎日9スターがもらえます。9スターが毎日もらえるお得なログインボーナス、毎日欠かさずログインして9スターを貯めてみましょう。はい、豪華ミッション開催中。ミッションクリアで絆の結晶極みや心の鍵大がもらえます。はい、目指せ頂点九春祭チャレンジイベント、強豪校と腕試しをして9スター絆の結晶かっこ極み、心の鍵かっこ大がもらえます。はい、もうボーナスもたくさんでどんどん盛り上がってきているんですけれども、続いては河北ちゃん的ビッグニュースを持ってきたということで、ちょっとお知らせお願いします。はい、
皆さんちょっとすごいですよ、覚悟してみてください、うん、はい、それではまずこちらです、ドーン。はい、お、新イベントで UR に覚醒できるトモッチがもらえます。もうね、イベントクリアで UR に覚醒可能な SSR の川北智恵ちゃんをね、うん、監督全員がお迎えできます。だから皆さんイベントクリアしてね。ということで SSR のイラストがこちらです。かわいい、膝がリアルですね。このね、写ってるの誰だってね、こっち側、あ、ムム、右、左、ムムム、手前に写ってる子、そう、本は知ってます。ってことで次UR のポットがこちら。おー、打ってる、おー、すごい、すごいよ、太陽の光まで輝いております。迫力あるね。ということでね、こちらは常設イベントとなるので皆さんもぜひチャレンジして UR ともっちをお迎えしてください。そしてさらに新 UR ともっちを記念してUR 選手育成応援ログインボーナスも開催。おう、うん、絆の結晶極み、心の鍵大がもらえます。ということでね、本当にともっちやらせていただいてる身としてはすごい嬉しい、うん、そしてともっち努力家なのでね、そんなともっちはね、うん、これからねもう報われるのかなって感じで頑張れって私自身も応援しております、うん、はい、そんなともっちですが、ちょっと一生懸命みんなで育成していきましょう、うん、はい、そしてまだまだこれだけでは終わりません。なんと明日からスタートする新プリンセススカウトについても情報があります。お、新スカウト、なんだろうね。お、それがこちらなんです。はい、プリンセススカウトブルームです。おー、はい、プリンセススカウトブルームですが、うん、グランデさん、簡単に説明してもらえますか。はい、じゃあ、こちらのプリンセススカウトブルームについては僕から説明します。こちらですね、うん、簡単にご説明しますと、新たなですね、UR 選手を、スカウトできる、になっております。はい、ですね、基本的には、今までのプリンセススカウトと、同じなんですけれども、新しいのはですね、コインによる共通天井というのがですね、できるようになります。例えばですけれども、80連でですね、UR 選手引きましたって言った時に、その8枚コインもらえるんですけど、その8枚のコインがどう使おうかなっていう風になっちゃうんですけど、そちらをですね、次の回にも取っておけるといったものになります。はい、なっております。でですね、変換ポイントをもらうことができるんですけれども、こちらの方では、ピックアップ選手、まあ、プリンセススカウトでいうと UR 選手とか、一緒にいる SSR 選手ですね、といったものとの変換は、できなくなっております。その代わりにですね、メモリアルリンクに、おすすめな選手がですね、変換で、獲得、お迎えできるようになっておりますので、ぜひぜひこちら、有効活用していただければと思います。はい、ちなみにですけれども、今までの、プリンセススカウトというものをですね、復刻していくんですけれども、こちらも、共通天井ができるようになります、うん、はい、ただしですね、ブルームがついているプリンセススカウトと、復刻のプリンセススカウトのですね、コインは、こちらは共通ではございませんので、それぞれ別のブルームだったらブルームでの共通天井、今までのプリンセススカウトだったらプリンセススカウトの共通天井といった仕組みになっております。ほうほう、はい、またこちらの復刻でのですね、プリンセスカウトには、変換ポイントというのはございませんので、あらかじめご了承ください。はい、ということになっております。詳しくは、ぜひですね、ゲーム内のお知らせご確認ください。はい、グランデさんありがとうございました。共通天井は結構お財布的にはだいぶありがたいですね、うん、コメントでもおー助かるって、ね、いっぱい流れておりました。はい、というわけでこのブルームスカウト第1弾が明日から開催されます。そして第1弾はこちらの選手です。じゃん、キーター、こちら CUR 高坂椿ちゃんです。お、やった、やったー。そしてイラストも見ていただきます。どうぞ。強そう、すごいね、すごいよ、かっこいい、ドーンってね、このツインテールがまたね美しいんですよね、うん、はい、そしてここで福江さんから追加でのビデオレターをなんと預かっております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そちらをご覧ください。監督の皆さんに重要なお知らせがございます。先ほどご紹介ありましたけれども、明日のお昼の12時から UR 高坂のスカウトが開始となります。はい、拍手、市内において女子高校野球界ナンバーワンピッチャーの私、高坂椿が UR ということで、私だけですね、一足先にイラストの方を拝見しちゃいたいと思います。あ、こちら貴重な
めちゃめちゃかっこいいです。なんかこういう椿ちゃんって珍しいというか、あまりこうちょっと言っちゃっていいのかな、余裕のない感じっていうんですか、必死な感じの椿は珍しいんじゃないかなと思います。見たいですね。ダメです。明日の12時を楽しみにしていてください。とっても素敵です。ではこちら、ちょっと情報通りに教えてしましょう。はい、そしてですね、必殺技のシンデレラハーモニーも香坂ちゃんらしい効果を発動するようなので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。では最後に生放送恒例の光月高校プチ情報の時間です。前回相棒の岸ちゃんをご紹介したんですけれども、今回はですね、光月高校ショートの選手を紹介したいと思っております。はい、こちらバン、このピンクの髪の女の子が光月の一軍でショートを守る沢田ちゃんでございます。沢田ちゃん可愛いですね。こう天真爛漫な感じでも、ちょっと分かりにくいかな。もう一枚見てみましょう。はい、あ、こっちの方がまだいい感じですよ。ちょっとボケてますけど、こちら沢田ちゃんです。天真爛漫な感じですね。ツインテールなんですかね、椿と同じツインテールなのかしら。でも全然雰囲気は、あ、前髪の雰囲気も似てますね。もしかしてこれ憧れているから同じ髪型にしてるとか、わかんないです。私の今これ勝手な妄想ですけど。はい、こちら沢田ちゃん、ぜひお顔を覚えていただいて、シナリオを読む際に脳内保管していただけたらなと思っております。それでは、光月高校の応援、何卒よろしくお願いいたします。素敵、ちょっとチラ見せしてくれましたね。ほんのちょっとね。あ、どこだけ青空が見えました。懐かしいね。川田ちゃんもね、なんか光ってたけど、可愛いっていうのは分かった。可愛いっていうのは分かった。絶対可愛いですね、あの子は。でもやっぱこう高校ナンバーワンピッチャーの UR が出るってことも、そのあのステータスもえらいことになってそうですね。そうですね、はい、じらされております UR 香坂ちゃんのイラストはですね、明日のスカウト開始をぜひお楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。そしてですね、そんな香坂ちゃんの活躍が期待される海洋 VS 光月を描いた新チャプターが開催されます。こちらです。はい、もうビデオレターまでいただいてね、もう本当に盛り上がってるので皆さんご期待ください。はい、はい、そしてツイッターキャンペーンも開催されます。こちらです。はい、明日オープンされる、旧春祭特設サイトより応援したい高校を選んでツイッターに投稿していただくと、 DM で選手からフルボイス動画が届きます、はい、ぜひ小川原高校を応援してくれる監督さん、早見沙織さん演じる桐先輩と私本土が演じる柏ちゃんのコメントをチェックしてくださいね、はい、私たちも収録そうさせていただいたんですよ。そうなんです、我々もしたので、そうなんですよ、ぜひ私たちの応援もよろしくお願いします。はい、あのぜひボイス聞いてください。よろしくお願いします。なんかね、めちゃくちゃいっぱいありましたよね、でもね、これでもね、だいぶ情報カットしたってスタッフさんが言ってましたよ。わら明日のメンテナンス後にはね、ゲームを開いたらきっとすっごいことになっていると思うので、監督の皆さん、明日をお楽しみにです。はい、というわけで旧春祭についてご紹介してまいりましたが、皆さんどうですか、コメントとかも楽しみだね。楽しみですか、なんかもうすごいぞって情報が多すぎて処理が追いつかんって本当ね、盛りだくさんですけど、楽しみ、力入ってますね。前日にできてよかったですね、初生、いいタイミングいっぱいですね、はい、ということで第2弾の情報解禁は3月の9日を予定しております。スタッフさんによるとまだまだ仕込んでいるそうなので、3月もいっぱい八内を楽しみましょう。以上、旧春祭最新情報のコーナーでした。ありがとうございます。
ここからは本野さんと私でお届けするミニ朗読劇のコーナーです。イエーイ、よろしくお願いします。嬉しいです。あのやっぱこうゲームの収録って一人で行うじゃありませんか、うん、そうですよね。会話がなかなかないからドキドキ、めっちゃ緊張しますね。いきなり二人っきり。いやだって今ストーリー的にはもうあのだいぶ気まずい空気にはなってるの で, で、あの今日の朗読劇はですね、二、うん、人の中学生時代の様子が垣間見れるような内容になっておりますので、うん、ワクワク、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、それではご準備よろしいですか？大丈夫です。はい、頑張ります。それではお聞きください。あの日のドリンク。はあ、準決勝前なのに気持ちが落ち着かない。メイ先輩は元気でしょうか？私が心配することじゃないのは分かっているけど、自動販売機は確かこの辺に。あ、朝ちゃん。メイ先輩。あのメイ先輩、先日はすみませんでした。突然押しかけたりなんかして。今日の試合お互い頑張りましょうね。先輩に成長を見てもらうためにも私。すみません、急ぐので失礼します。はあ、何やってるんだろう私。当たり前ですよね、メイ先輩にとっては私が一番会いたくない相手なんですから。あれ、先輩ドリンク買ったまま忘れてる。あ、これ中学の時から先輩が好きだったスポーツドリンクですね。あの頃は楽しかったな。え、冷た！なになに？ドリンクですよ、朝ちゃん。もうびっくりさせないでくださいよ、メイ先輩。いつも背後から迫ってくるのやめてください。正面から迫ってくる方が怖いですよ。それはそうですけど。いや、迫ってくるのやめてください。だって朝ちゃんがめちゃくちゃ暗い顔してるので。ほら、笑顔笑顔、グラウンドでうつむいてたらいけませんよ。それは分かってますけど。はあ、メイ先輩はいいな。2年生なのにレギュラーだし、失敗して落ち込んでるとこなんて見たことないですし。何か失敗したんですか？見てたじゃないですか。私、補給した後のステップがどうしても苦手で、アウトになるはずの送球がいつもセーフに。うん、なるほど。では、いいものをお見せしましょう。出た。はい、何か？いいえ。どうせファンタジーズの動画見せられるんだろうなって。分かっているのなら話は早いです。では今日の動画は。今日の動画はじゃないんですよ。ご存知、城ヶ崎守選手。ファンタジーズのリーグ2連覇に最も貢献しただけでなく、毎年3割超えの打率を記録、ひいては30本塁打に難なく到達し、シーズン MVP を受賞する名実ともにプロ野球界の最強プレイヤー。しかし彼の魅力は打撃力だけではありません。的確なタイミングでスタートを切る盗塁術を持ち合わせるとともに、安定した守備も魅力の一つ。さてこの打席では。え、これショートのプレイ動画じゃなくて打撃の動画ですよね。いいから見ていてください。あ、三振した。はい、この動画は城ヶ崎守フルスイングで三振まとめ動画です。なんて動画見せるんですか。でもほら、よく見てください。城ヶ崎選手、三振した後どんな表情していますか？あれ？悔しそうだけど笑ってる？はい！彼はどんな失敗をしても決してうつむきません。インタビューで言ってました。どんなに辛い時でも野球を楽しむ気持ちを忘れない。野球の神様は楽しむ者にこそ微笑むのだからと。野球の
神様？そうです。アサちゃん、落ち込んでいても始まりませんよ。失敗も敗北も心から楽しんでこそ野球です。メイ先輩、そうですね、落ち込んでいてもプレーが良くなるわけじゃないですもんね。はい、ほら水分補給してください。自主練するなら付き合いますよ。ありがとうございます。でもこのドリンクはいらないです。え、なんでですか？だってメイ先輩がいつも飲んでるこのドリンク、なんだか薄味であんまり美味しくないんですもん。まさかいつもそう思ってたんですか？はい、それよりもこのドリンクの方が美味しいですよ。味がしっかりしているのにさっぱりしていて。これってチュリオじゃないですか？いいから飲んでみてください。本当に美味しいので。嫌です。一口。嫌です。メイ先輩、好き嫌いしちゃダメです。ほらほら、飲んでみればきっとチュリオの虜に。うーん、弱者のエキスが。どうですか？まあ味は悪くないです。ですよね、気に入ってもらえてよかったです。ですがこのラベルは剥がしましょう。なんだかこのカラーとログは非常に目障りなので。あ、ちょっと、なんてことするんですか？丸めて捨てましょう、よく燃えます。なん、ダメです、ダメです。コラ、メイ先輩。先輩にコラはダメです。それなら返してください。おりゃ。やっと笑いましたね、アサちゃん。はあ、先ほどは少しひどすぎましたかね。アサちゃん、ごめんなさい。でも、あの頃のことはどうしても。メイ先輩。アサちゃん、待ってください。ドリンク忘れてました。それを私に来ただけなので。そうでしたか、ありがとうございます。メイ先輩、先輩が忘れた過去は私にとっては大切な思い出です。サッチのドリンクの方が美味しいですよ。失礼します。アサちゃん、忘れたわけではありません。アサちゃんのことは決して。あ、何ですかこれ、チュリオじゃないですか。ラベルは剥がしてってあの時も言ったのに。あいかがでしたでしょうか。監督の皆さん、どうでしたか。なんか結構あの始まりのところ、うん、なんだろう、朝ちゃんのパワーなのかな、ホラー味を感じるっていう誤解を招いてたんですけど。なんかコメントでもこれ全部朝ちゃんの妄想なのみたいな。そんな、どんな風に思ってるんですか皆さん。どんな印象。いやでも坂上さんの明るい時の声色というか、うん、そうなんですよ、中学時代の坂上ちゃん、ちゃんと先輩できてるのかあれですけど、結構今と比べるとだいぶ明るい性格のね、うん、感じだったんですけど、やっぱいろいろ経験があって今はちょっと、うん、なんだろう、いろんな、ね、影が落ちてしまったというか。そうですよね、なんか朝ちゃんとしてもよくセリフの中で、うん、今のこの現在のところで、うん、あ、神様お願いしますなんて言葉が多くて、うんうん、おや、どうしたんだろうって思ってたんですけど、この今回の朗読劇を経て、うん、坂上さんに教わった野球の神様だったんだっていうところがすごく刺さりました、うん、すごいいい話だったんですけど、なんかでもやっぱ中学時代からアンチチュリオズでは、うんしっかりあったんだなって。そうですね。弱者のエキスのパワーすごいとか、もういろんなコメントがありがとうございます。ありがとうございます。というわけで2人の関係性はどうなってしまうのかというのは引き続きアプリをチェックしてください、うん、はい、続いては八内ニュースです。山下さんと井上さん、お願いします。お願いします。叫んで、全力でこの手伸ばした。
近くでね私たちを聞くことができてたんですけど、うん、2人ともちょっとやっぱ不器用なだけで、うん、やっぱもう思いがねとってもあったかいものっていうのは伝わってきたね、うんうん、もう中学の頃の坂上さんめっちゃグイグイ言ってて可愛い、うん、いや本当にあとやっぱ青春の飲み物はスポーツドリンクなんだねみんな、ね、通るんだねそこをねうん、これからも2人を見守っていきましょうはいということでね、はい現在のリツイート数をありがとうございます。確認してみましょう、うん、ということで今は1024リツイートですので、うん、スキップチケット20枚を達成ですねなるほど、はい、まだねツイッターでリツイートしてないよって監督さんはぜひ参加してみてくださいはいお願いねよろしくお願いしますさてさてここからは2人でお届けする8内ニュースのコーナーでーす、うん、はーい行きますよまず最初はこちらほうだったごめん3月8日にコミックス第2巻発売決定、うん、はい、はい、週刊少年チャンピオンで好評連載中の漫画8月のシンデレラ 9S のコミックス第2巻が3月8日に発売です、うん、皆さん必ず予約してくださいねはいそしてここで山口 P よりお知らせがあるとかなんとか天の声さんはいあ山口です3月8日ぜひ皆さん第2巻、買ってくださいというところなんですけれども、うんはい、実はこの8月のシンデレラ 9S なんですけれどもこの度ですね、週刊少年チャンピオンから秋田書店さん、はい、同じく秋田書店さんのですねウェブ漫画サービス漫画クロスに移籍することが決定しましたおなるほどというところなんですけれども、はいはい、ちょっと、誤解なきを説明させていただければと思うんですけれども、はい非常にですね8月のシンデレラ 9S、瞬間少年チャンピオンでもご好評をいただいて思ったのですが、ちょっと最近休載とかですねちょっと頻度が、まあ、多くなってきていたところもあったんですよねで、やっぱりですね、週刊連載っていうのは、やっぱり漫画家さん の僕らの想像を超えるような、まあ、壮絶な大変さがあるというようなところで、ちょっと救済の頻度も少し多くなってしまったんですけども、はいまあ、そういうところもあってチャンピオン編集部の皆さんと、ちょっとご相談させていただきまして、まあ、これからも 8S の連載っていうものを、まあ、続けていくために、週刊ではなくて、各週の連載にしていきましょうという運びに、はいなりましたそれに伴うウェブ漫画媒体の遺跡というようなところになります、はい、なので、じっくりですね構想練っていただいて執筆に力を、かけていただいてより、クオリティの高い8月のシンデレラ 9S をお届けできるようになるんじゃないかなというふうに、考えてます、ですので、週刊少年チャンピオンでの掲載は3月10日発売号までとなる予定となっておりますでまたですね、漫画クロスでの連載再開は4月中のスタートっていうのを予定しているんですけれどもちょっとこちらはですね詳細が決まり次第また公式ツイッターの方からご連絡させていただきたいというふうに考えておりますでこれからはですねウェブ漫画っていうような形になりますので、まあ、スマホとかパソコンとかそういった、ツールでどなたにも気軽に無料で読んでいただけるようになるというふうに、なってますので、まあ、そういった部分はポジティブな変更なのかなというふうに思っています、というわけで、突然でしたが、今後とも8月のシンデレラ 9S をよろしくお願いしますはい山口 P ありがとうございましたでは続いてはこちらですじゃじゃん小説第4巻白夜にたゆたう墜落の発売がですね3月30日に決定ですやったねやったこちら前回の八生では表紙のラフイラストのチラ見せをしたらしいんですけど本日は表紙デザインを大公開しますこちらですじゃじゃーんこれ、うそちゃんの後ろの子誰誰ね誰ねみんな気になるところだと思うんですけれどもこちら新キャラクターの真っ白レイちゃんと言います真っ白レイちゃんこれ多分みんな大好きよきっとこのキャラクターしかもですね、今日はね、声優さんが誰かっていうのも発表しちゃいたいと思います言う言っちゃう言っちゃって言っちゃいますはいこの子の声優さんは水瀬いのりさんです大盛り上がりちょっとみんな今
もう歓喜で崩れ落ちてる、多分あーってなってると思うんですけれど、ちょっとイノリンがね声を当てるということです。とっても素敵ですね。小説の特典コードで SSR の真白レイちゃんをお迎えすることができます。ぜひ小説を手に入れてください。よろしくお願いします。お願いします。では続いてはこちら、はい、八内春の最新グッズ発売決定です。こちらはですね、3月11日に八内の EC サイトにて新作グッズが販売されます。今日はちょっとサンプルがまだ工場でね、うん、作られているところ、うん、なので、ちょっとほうちゃんが口頭で説明お願いできますか。はい、はい、3月11日に発売されるのは1ユニフォーム型ミニキーホルダー、2カード型アルコールスプレー、3ルーちゃん大カットクッション、4ベアマックス大カットクッション、5鉄人のお皿プラスレンゲのセットだそうです。詳細はね、公式ツイッターでの続報をお待ちください。わかりました。じゃあ続いてはこちらです。じゃじゃーん、あ、こちらテレビアニメ8月のシンデレラ9が再放送します。やったしかもリフライン版の13話を含むアニメが4月より再放送となるんですけれども、なんと4回目の放送なんだって、うんうんうん、だいぶやってるね。すごいね、うん、いや影響が大きいっていうことよね、うん、しかもさ、今回はさ、うん、なんか夏クールじゃないけどさ、うん、なんかそのアニメでも春からこう夏にかけての話だから、なんかちょうどいいですね、ぴったり。そうだね、体感あってね、うん、ね、今回はこの作画をブラッシュアップして第13話続く物語を1週目に放送して、その後に順次1話から12話まで放送するそうです。なるほど、うん、そして放送はこちらの局で予定しております。みんな見えるでしょうか。ちょっと短い時間なんですけど目に焼き付けてください。はい、最後にこちらです、うん、じゃじゃん、出た、5周年のファンアート募集。こちらスペシャルですね。今年の6月で8月のシンデレラ9はなんと5周年を迎えます。ありがとうございます。わあ、だって最初さ、うん、水色の T シャツ着てさ、あのバッティングセンター結構めっちゃ覚えてるんだよ。言ったよね、ひろみちゃんがね、うん、あのね、一緒にご飯いいですかって言って一緒にお弁当食べた方。あ、そうだったっけ。確かにキャスト結構いろんな方がもう揃いに揃って ね収録したもんね。同じ時期、50年だって、すごいよ。ライブもやったりさ、ね、どんどん幅を広げておりますね、うん、皆さん引き続きよろしくお願いします。お願いします。はい、この5周年を盛り上げるべく今年も皆さんからのファンアートを募集します。募集期間は3月の1日から5月8日までです、うん、詳細は八内公式ツイッターをご確認ください、うん、5周年の気合の入った力作、たくさんのご応募お待ちしております、はい、そして5周年ファンアートの募集を応援すべく、明日から5月8日までの期間限定でハッシュタグ八内アンダーバーファンアートのハッシュタグをつけてくれたツイッターには、うん、あのツイッターの投稿には、うん、いいねって押させていただきます。いい、ね、のでね、皆さん、監督の皆さん、ルールを守ってみんなで楽しく八内ファンアート投稿を一緒に盛り上げましょう。盛り上げましょう。はい、では以上八内ニュースのコーナーでした。では私たち次のコーナーの準備がありますので、うん、しばらくお待ちください。眩しい茜色が悔しい苦しい嘆く背中、ドラマのように照らすバカにするなよ。左に右に同じ顔で街にこだました思念とかくだらないよ。こんな日々はうまく歩き出せないのはまだ終わってないから、逃げてかけて叫べ、抗がしれ放て。
ね、私が進行を担当させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2月末はですね、春季キャンプの総決算ということで、野球にまつわるミニゲームで勝負していただきます。はい、はいはい、それでは今回のルールを説明していきたいと思います。はい、今回はですね、2種目の挑戦となっておりまして、個人戦と団体戦がございます。個人戦はですね、2種目の合計が高かった人になんとビール券8900円をプレゼントさせていただきます。恒例になっております。はい、そして団体戦はですね、4人の合計得点に応じて監督さんにこちらのようなゲーム内アイテムをプレゼントさせていただきます。なるほど、はい、なので皆さん頑張ってください。頑張ります。頑張ります。全員のですね、合計得点が高ければ高いほど監督さんへの報酬が豪華になりますので、皆さん頑張ってください。はい、はい、早速始めていきたいと思います。はい、最初の種目はこちらです。じゃじゃん。はい、出るかな、なんだ、はい、トスバッティングチャレンジです。やばい。こちらですね、1人3球チャレンジしていただきます。でバットにですね、1球当たるごとに5ポイント獲得できる形になっております。当たれば当たれば、はい、ということで山下さんからですね、順番にやっていただきたいと思います。頑張れ、頑張れ、まあ、こうでいいんでしょうか。ドキドキドキ、頑張れ、頑張れ、どこに、頑張れ、頑張れ、後ろに立っていて、はい、バッチョン、ここかな、そこからバッテリー立って、そこからボールが出てきます。ここからだよ、違うです、すみません、ななみちゃんが立ってるのか、すみません、頑張ります。この機械から出てくるんですね。そうそうそう、あ、わかりました、頑張れ、頑張れ、はい、いつですか。ということで山下さんからチャレンジしていただければと思います。お願いします。来るぞ来るぞ、来るぞ、どんな感じだった、怖い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 、あー、めっちゃ惜しい、また来るよ、また来るよ、また来るの、また来る、頑張れ、あー、惜しい、最後最後、頑張れ、あー、惜しい、え、これ難しい、今の今当たりました、今の当たった、どうだどうだ、一球当たったよね。
続いてのですねストラックアウトでは1人3球チャレンジしていただきます。バットにですね、あ違うごめんなさい、前のルールを読みました。あの点の得点がそのままポイントとなりますので、ぜひぜひあの下の7、8、9ポイント狙って投げていただければと思います。うんうんうん、難しそう、はい。ということで今回はどなたからいきますか。あ逆からいっちゃいますか。あ確かに逆からいってみますか。いっちゃいますか。わかりました。ちょっとじゃあいいですか。ありがとうございます。あれこれ何球でしたっけ。はい、1人3球になるので、ね、上として どう投げるのがいいんで、ありがとうございます。やったことあります。幼少期ですね。あじゃあ久々だ。いきます。はい、いけ。おーすごい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 、いきなり監督のために。すごい、すごい監督のためにやっちゃうんだから。おーすごいすごい9点。こっちか。素晴らしい。もう18点行くぞ。いけ。おーすごいすごい。すごい強い。野球やってたんですか。やって、ソフトボールやってました。あーそうなの。すごい3ヶ月ぐらい。すごい3ヶ月です。やったな。全部狙いが集中してましたね。ちゃんと高得点ばっかり。うん、あ私だ。頑張れ。お願いします。頑張れ。頑張れ。行け行け。9ね。9。いけ。監督。あーあー。素晴らしい。でもすごい。どこだろう。6。6。6。6。5。5。あ。ちゃんめっちゃ得点取ろうとして。6。6。行くぞ。いけ。失礼しました。目が悪くて読むの間違えてしまったんですけど、監督の皆さんへお送りする皆さんの合計点は100点となっておりますので、監督さんへの報酬は一番豪華なものがくれるです。すごい、よかったよかった。受け取ってください。すごいですね。100点だって。すごい、ありがとうございました。監督さんがお喜びするあの絆の結晶極みが2個プレゼントできますので、ありがとうございます。取ってください。そして
今回の報酬はですね、番組の最後にまとめてお知らせさせていただきます、うん、さて皆さんいかがでしたでしょうか。楽しかったです。楽しすぎる。もうさしていつもこの方さん強いですね。ありがとうございます。嬉しい、はい、ということでですね、あ、ごめんなさい、皆様皆さんに野球楽しんでいただけたようで何よりでございます。以上、伝統野球ゲームのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。八縄22回表ですがどうでしたでしょうか、うん、じゃあちょっと感想を A ちゃんからちょっと聞こうかなと思います、はい、はい、改めまして監督の皆さん、こんにちはじゃなくて八日はこんはち、こんはち、八日はあの本当に初めてここに来させていただいたんですけど、なんか気づいたら緊張することなくずっと笑ってたような気がします。本当に楽しいコンテンツだなって改めて実感いたしました。これからも応援してください。よろしくお願いします。はい、改めまして駒形ゆりです。いや、何度か八生はお邪魔させていただいてるんですけど、あの朗読劇をやらせていただくのは初めてで、しかも結構私的にも気になってたあのめいちゃんの過去だったりだとか、あと朝ちゃんとの関係だったりをこう生でお届けすることができてとっても嬉しかったです。ビールたくさん飲みたいと思いますのでまた遊びに来れたらなと思います。引き続き応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、川北智役の井上穂香です。あのですね、私としましてはたくさんの情報が出た中でも、うん、ちょっと読んでいいですか。どうぞ。新イベントで UR に覚醒できる友っちがもらえるっていうのが今回方の中では一番もうビッグな方、あ、私の中ではいやいや、かわいい私の中ではビッグなことだったので、もう皆さんにぜひともゲットしていただきたいなって思います。本当にたくさんの情報がね、うん、バーってあって今回も楽しい生放送になりました、うん、ありがとうございました。そしてはーい、山下ななみです。いわきよしみ役として、今日 MC を始めて、お疲れ様です。本当に慣れない中すいません、いろいろとありがとうございました。素晴らしいです、うん、はい、でもやっぱりですね、あの野球はやっぱ楽しいなってこう最後実演しながらそう思ったりしました。そして合間に流れている楽曲、皆さん聞いてましたか。聞いたよ。本当にこの作品どれも楽曲が本当に素晴らしくって、うん、あの物語にちなんだ歌詞とか楽曲になってるので、うん、皆さんそちらの方も合わせてお楽しみください。今日本当にありがとうございました。はい、どうも。では最後にですね、今回監督さんにお渡しする、本日のゲーム内プレゼントを振り返っていきたいと思います。スライドをどうぞ。見えるかな。はい、こちらです。みんなで頑張りました、プレゼントはこの後準備ができ次第配布予定です。よろしくお願いします。そして、運営さんからのお知らせがあります。この後22時55分より、八内公式ツイッターのスペースで開催、スペースで開発スタジオの22階裏があるそうです。こちらはですね、スマホのツイッターアプリで時間になったらタイムラインの上に表示されるらしいです。ぜひご視聴ください。なお、こちらはスマホ版のツイッターアプリからしか視聴できません。おー、事故です。PC を含むブラウザ版、ツイッターからは視聴できません。そしてフォローしていてもミュートをしていると表示されません。ご注意してください。ということで以上になります。明日からの九州祭を楽しんでくださいね。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。気づいてないか、踊らされてること。
燃える灰を感じた。